皆さんこんにちは、純吉です。今日は8月14日の水曜日、今日の晩ご飯はアジの切り身を使いまして、アジの漬け丼、それからきゅうりとわかめとトマトの酢の物、かぼちゃとごぼうの炒め物の3本立てでいきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。解凍して水気を軽く拭き取ったアジの切り身です。ここに生姜一かけを、前は生姜をおろしたりとか、うわめんどくさーと思って常にチューブのを買ってたんですけど、ほーら結構1分もかからずにできてしまうので、最近ではもうもっぱら自分でおろしています。でこれをここにみりんですね。みりんはみりん風調味料とかじゃなくて、やっぱり本みりんを使うことをおすすめします。味がまろやかになって美味しいです。大さじ2入りました。醤油同じく大さじ2、ここに煎りごま。本当はお鍋とかで軽く煎り直すと香りが出てさらにいいんですがそこは妥協で、まあ、お好きなだけ。こんな状態にして、冷蔵庫で、まあ、30分ぐらい漬け込んでおくといいと思います。たったこれだけですごく美味しい漬け丼ができるんです。はい、それでは酢の物から作っていきたいと思います。実家から送ってきてくれた乾燥わかめを水で戻したとこです。で、きゅうりとトマトと生姜。わかめは戻したら思ったよりたっぷりやったけど、もういっちゃいます。まあ、食べやすい大きさに切って、水しっかり絞って、薄切りで、いいんですよ、飛んでいったのね、後で消臭かけたらね。でここに、軽く塩をして揉んでおきます。生姜は私は横着なんでこのまんま、ここに塩、
角切りで。で、きゅうりを塩となじまして軽くギュッと絞ってからこっちに入れます。こんな感じね。こうすると素材の水分がちょっとだけ抜けて調味料が染みやすくなります。塩もみ、味付け入ります。はい、ちりめんをちょっと加えます。はい、ここに醤油。大さじ。みりん、今日はちょっとアレンジですよ。2、そして普通のお酢でもいいんですが、今回はリンゴ酢、大さじ1、2、3で、これを混ぜて冷蔵庫でちょっと休ませてからの方が馴染んで美味しいです。これで一品完成です。かぼちゃとごぼうって言ったんですが、さつまいもがあったんでさつまいもに変更します。さつまいもとごぼうの、バター醤油炒めにしたいと思います。アク抜き用の水を用意。さつまいも、半月切りにしようかなと、まあ、こんぐらいに。Thank you.
空気に表面が触れると酸化するんで、なるべく触れないようにこうやって密閉してます。これをポヨンとで、こうしっかりしてから、水気を切って、ごまぶして、ごま、醤油を、大さじ1、次みりん、大さじ1、いい感じに絡みました。これで火止めておいて、余熱で火を通していきたいと思います。おかえりりゅうちゃん、りゅうちゃんおかえり。あ、もう降ってんのか、雨。ビール買ってた。あ、ありがとうありがとう。お疲れさん、りゅうちゃん。ボンですね。台風前に帰ってこれてよかった。りゅうちゃんの方が始まります。ボン、おめでとう、ボン。これメニュー見た瞬間、わあ美味しそうって言ってくれてました。よかったです。そんな言ってもらえると嬉しいね。あ、ちょっとぬるい。あ、しまった。まあいいや。はい。いただきましょう。はい、いただきます。はい、いただきます。お疲れさん。ちょいぬるやない。キンキンとは言わんけど。まあいいやん。では、早速。うんちゃんの大盛りにしといて。ああ味大盛り。大盛りです。よう使ってるやろ。うん。うん、おいしい。うん、思った。うん。うん、盆休みですね。やったね、明日一日。台風の日に休めてよかったよ。うん、私的にはさつまいも1本100円になってたら買いやね。うん、やっと100円になってくれてさ。うーん、毎日ちゃうもんね。だちゃうよ。うん、使えてるよなこれ。今安くて150円ぐらいやった。うん、500円の時もあるの。うん、スーパーによって、うん、スーパーと仕入れによって。へえ、うん、おいしいよ、お芋さん。うんやろ、うん、私さつまいもずっと食べたかって。ちょっと高いからさ。トマトも買ってきて。うん、うん、おいしい。さあ、今日の一番はどれかな。プルルルルルン。さつまいも。うん、あれやな、体がそろそろ秋を求めてんな。って感じで我々の盆休みが始まります。それでは皆さん、
またね。